ど、大野さんが出演 NG ということで一輝さんにお願いしようと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この車の前も6シリーズ乗られてて、はい、その時も真っ黒で、その時からもう黒 のカリスマという通り名がついてたんですね、はい、市本さん、はい、i8 ってなんかあんまりカスタムとかチューニングってイメージがないんですけど。そうですね、ブランドを出してるメーカー自体は少ないんですけども、はい、うまくミックスして、はい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 、でこだわりがたくさん詰まってるんで紹介していきたいと思います。お願いします。結構ご自身でね、いろいろちょこちょこやってらっしゃるんですけども、はい、ここ気づかない方いらっしゃると思うんですけど、ここ黒く艶消しに塗ってあったりとかですね。マットなんだ。これは i8 のパーツですか？ i8 専用のフォルシュタイナーっていうメーカーで、はい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 、のフロントスポイラーですね。やっぱ変わりますよね。相当そうですね、顔つきは変わりますね。車高はちょっと2センチぐらい2センチくらい下げ落としてあってですね、はい、もうホイールはフォルシュタイナー、同じくフロントスポイラーと同じメーカー、はい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 、フォルシュタイナーのホイールがついてます。これもなんかカリスマ感半端ないですね。そうですね。そしてそして後ろに回るとですね、このフィンがついてる、こちらがまたフォルシュタイナーの i8 の、そうですね、 i8 用ので、あとこのリアウィング特徴的だと思うんですけども、はい、これがシュニッツァー、はい、シュニッツァーさん、はい、やっぱ人気ですね。そうですね、すごい。なんか i8 があ、これですね、 赤いんですよ。これもオーナーさん自らね、はい、なんか塗られたということで、お手製の黒と赤とちょっと青とって感じで統一感が、はい、そうですね、この辺も本来青なんですけども、青い部分を全部艶消しブラックに塗って、ここもグレーなんですけども、ここもブラックに塗って、ここだけブルーを残してあるって感じですね。ここもこだわりの、いや、なんか細部まですごいこだわって、で、あと、チタンのアークレーのマフラーがちょっと見えないんですけども、ちょっとついてるんですよ。じゃあ次、内装に、はい、ね、シザードア、車輪、中も赤と黒で、そうですね、で、これが、まあ、ハンドルもシェイプを変えて、あ、そうなんですか、貼り替えてですね、ここがアルカンタラで、パンチレザーで、ここ赤のリボンつけて、ステッチを赤にしてた。シートもね、赤と黒で、そう、シートもレカロの、レカロのスポーツスターですね。で、シートヒーターも純正のスイッチを使えるように加工して、これあれですね、ユーザーさんには嬉しいですよ ね、 そのまま使えるっていうのは、要望が多かったですね。そういう要望を出せばやってくれるという、はい、あとそうだな、こういう車ってあんまり乗ったことないと思うんですけど、はい、女性の方、まあ、はるちゃん今日ね、パンツルックなんであれなんと思うんですけど、スカートだとちょっと、うん、キャーってなっちゃうね。なりますね。イエーイ、i8降りる時の方がスカートだと、ね、どこ一緒って感じです。慣れないとちょっとよいしょよいしょ、そうなっちゃうんですね。あ、大丈夫。これ触っても大丈夫ですか？大丈夫です。なんかこうやって見ると中に埋め込まれてるみたいに見えますね。で、リフレクターになってちょっと浮き出る感じになってて、うん、でもこれ i シリーズしかここに貼れないんですけど、あ、確かにグリルですもんね。そうなんですよね、普通は。こっからなんかこの先の予定、この先の予定はですね、まずこれから発売になる予定の BBS のホイール、ほう、あと赤のブレンボー、おー、ちょっとじゃあ足元にも赤が入って、はい、いや、楽しみですね。楽しみですね。この先もなかなか音おー、じゃ あそうですね、i8 って音静かなイメージがあるんですけど、ちょっとこれは i8 をね、はい、まあ、お持ちの皆さんとかご購入予定の皆さんにぜひ知っておいてもらえたら、はい、ね、いいですね。いや、なんかびっくりした、えってなりましたもん、本当に i8 ってなりました。はい、ということでストリート東京店の一輝さんにお話伺いました。ありがとうございました。
そうだよね。どっこいしょって感じです。慣れないとちょっと。よいしょ、よいしょ。そうなっちゃうんですね。ああ、大丈夫。NG 集みたいなのに来るんじゃない。